村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、マスタリングの最終ツールというかですね、どんなスピーカーで聴いたらいいのかなとか、iPhone で聴くとどんな風になるのかな、そういうようなことを実際はやります。基準になる、ソニーの、MDR900ST というヘッドホンであったりとか、もしくは、ソニーのラジカセ、そういうようなのが世界のマスタリングの標準ツールとかですね、古くは、オーラトーンというような、スピーカー、そういうあとヤマハですね、そういうナチュラルな環境で、音を聞くというのはとってもマスタリングの最終段階は重要なことなんですが、今回、スピーカーをちょっといいの買おうかなと思ってたんですが、面白いツールを見つけたので、あ、これならいろいろ使えるなという感じがしまして、ちょっと導入してみました。ミックスチェッカープロオーディフィールドというメーカーのものなんですけれども、これは画面にあるようにスピーカーであったりヘッドホン、イヤホン、いわゆるタブレットですね、あとはパソコン、あとラジオ、車、カーステ、こういったもので聞き比べができるというものです。ちょっと聞いてみましょう。今日は亀岡さんのファーストアルバムの歩みで、実験をさせていただきます。はい、今は7インチスピーカーですね、ちょっとミニなPS スピーカーぐらいの大きさですね。いくらもがいても明日が見えなくて、タブレットに変えます。そこ知れぬほどに人が、パソコン、何をテレビ、何から始め、ちょっと柔らかくなりますね。何に夢を重ねれ、パソコンの横に置くようなデスクトップスピーカー。生き抜くことに迷い悩み込んだり、ヘッドホン。今の自分の姿、だいたい僕らはこれに近い音で、モニタリングしています。逃げ場所を探し、うずくまって泣いたり、PA、 あげくの果てに人のせいにして怒ったりで、これをですねオートモードで順序に聞いていくということができます。今タイムは4秒に設定してます。人生という初めての道を歩いているのだから、モノラルで聞くこともできます。L チャンネルだけ、 R チャンネル、 LR をひっくり返す、ここディストーションですね、ノイズ入れれます。そしてもっと面白い機能がですね、
ここにイントバーと書いてありますようにノイズを入れれます。ノイズというのはバーで喋ってるような音です。大きくします。あえてバスに乗ってる時、これをヘッドホンで聞く。もしくは公園、商店街、こういったシミュレーションができるわけです。そしてもちろんノイズの大きさですね。そしてこれだけの種類じゃないんです。例えば僕の場合でしたら外出用チェックというのも作ってあります。外出用チェックは、ヘッドホンのとかタブレットの種類、もしくは車、これ今ミニバンとこうなってますが、こっちはセダンの運転席とか、そういうふうなことがシミュレートをできます。ちょっと聞いてみましょう。タブレットです。車、ミニバンです。ヘッドホンですね。ヘッドホンもいろんな種類があります。いくらもがいても明日が見えなくて、そこ知れぬほどに人が怖くて、何を希望に何から始めて、何に夢を重ねればいいのかさえわからない。これなんかBluetooth のラジカセみたいなものですね。まあまあいい音になってますね。今の自分の姿、これにおきましてはとってもたくさんのツールがありまして、エディットとしたらですね、これをミニバン以外のいろんなものがこういうふうに、車でもセダンタイプとか、そして、イヤホンの、種類、ラップトップでもこういろんな形のもの、テレビ大きさによりですね、こういうふうにいろんなものがありまして、で基本になっている、ノイズとかボリュームはどうするんだとか、そういうこともここで登録しておくとよくわかるというような形になっています。ここに座りながらこういうことができるということと、もう一つはですね、ここでリモートコントロールができまして、iPad と接続できます。で、iPad で、これをする理由というのはですね、僕のスタジオの中でもですね、スピーカーに近づいた時とそれから離れた時とどういうふうに聞こえるかっていうのをチェックするときに、リモコンでできるとですね、自分が動き回れるというようなことまで、なっています。そして、先ほどもノイズ出しましたが、
ね、こういう車の中とかちょうどこういうので聞くとプラスしたノイズとの組み合わせができるということで、とってもね、繊細で、で、まあ、このプロっていうのを買ったっていうのは、このプロじゃない方も操作性はそちらの方がいいぐらいなんですけれども、今のこのノイズとかっていうことであったりとか、この自動で順番に聞いていくとかっていうことができなくて、プリセットも向こうの準備されたままであったりとか、そういうのですが、このプロバージョンは、まあ、仕様によるとですね、まあ、根本から、エンジンから再度開発をしたということもあったので、値段は倍ぐらいするんですけれども、プロの方を導入してみました。ね、本当に、もう一度流しますが、便利なものです。いくらもがいても明日が見えなくて、そこ知れぬほどに人が怖くて、何を希望に何から始めて、何に夢を重ねればいいのかさえわからない。今日はですね、ま、最終兵器というか、マスタリングをした後の本当の、耳の伝わり方をシミュレートできる、ミックスチェッカープロというソフトを皆さんにご紹介してみました。村長でした。